それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は整数問題です。A、B を正の整数とするときにですね、A プラス AB プラス B イコール25ならば、A プラス B の値はいくつになるかというような問題です。まあ、A、B が正の整数というところがポイントかもしれませんね。まず、A プラス AB プラス B という、まあ、この式を整理していくところから始めていきたいと思います。まあ、A でくくってあげると、A カッコ1プラス B 足す B イコール25のような形になるわけですけど、まあ、左辺をですね、まあ、積の形で表したいので、これ、両辺に1を足してあげます。そうすると、こんな形の式になりますね。そうすると、A プラス1かける B プラス1イコール26というような、まあ、式が出来上がるわけです。ここでもう、まあ、ほとんどできたようなものなんですけど、A、B が整数なので、A プラス1も B プラス1も、整数であるということがわかります。まあもっと言うと A と B は0より大きいという条件がついているので A プラス1、B プラス1も0より大きい、もっと言うと1より大きいみたいなことがわかるわけです。こうすると26っていうのは 2×13 ということですからA プラス1と B プラス1の組み合わせっていうのは、まあ非常に限られた組み合わせになるわけですね。1と26、2と13みたいな格好ですね。これまあ、この反対の組み合わせですね。26、1とか13、2みたいな組み合わせももちろんいいんですけど、ここでちょっと元の式を見ていただきたいなというふうに思います。これ A プラス AB プラス B、まあいわゆる対称式とか、まあいろんな言い方がありますけど、そんなふうに言うようなもので、AB をですね入れ替えてもまあ全く同じ式になるみたいな、まあそういう式なので。これ別に、A と B のね反対になるような組み合わせというのをわざわざ考えなくても答え最後ひっくり返したものも答えだよというふうにしてあげればいいので、まあまあ全部考えなくても大丈夫だよということがあります。まあ具体的には例えば13の2とか26の1みたいなもの、これ考えなくていいですよと。こういうことですね。じゃあこれ A プラス1、B プラス1というのが、まあ、1、26だったらどうなるかって考えていくと、まあ、A が0で B が25なんですけど、これ A0 になってしまっているので、元の条件満たしてないんですね。なのでこれはダメですと。じゃあ次に A プラス1が2、B プラス1が13だったらどうなるかっていうと、これは A が1で B が12っていうふうになって、これがまあ答えを答えとしてね、ちゃんと条件を満たしているので、まあ、唯一この一通り一組だけが、まあ、答えというふうになるわけです。正確には一組って言ったらよくないですかね。112と121が、答えになります。まあ、どちらの場合も A プラス B は13なので、答えは13となるわけです。いかがでしょうか。まあこれオーソドックスな整数問題かなというふうに思いますけれども、これ海外のサイトでちょっと紹介されていた問題で面白そうだったので解いてみました。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。